ちょっと行けへん、直撃カウンター、あと、もう少し、オッケー、うまし、味方がガチ当たりつく、あ、ちょ、ばーまー、僕がここで、待ち構えんと言わんばかり、待て、魚ー、はい、こんにちは、こんばんは、コンポタと申します。本日は、こちら、ロンギングブラストっていうわけなんでございますが、メインインク効率、ハテナのギアか、イカ速でロングブラスター使ってほしいですっていうことなんですけども、まあ何がハテナなのかね、僕にはハテナと言った感じなんですけども、ギア構成はこんな感じということでね、もう両方積んできましたね、メインインク効率もイカ速もね、もう欲張りなんで、はい。欲張りなアイドルって感じですね。もう推しの子の一面もチラチラと、見え隠れしてる、そんな感じかなと、思うわけなんでございますが、この武器ね、やっぱちょっと距離感をね、大事にしていきたいのと、こうね、相手からの攻撃が絶対当たらない場所ってあるじゃないですか。例えばこういう角ね、角からこう打っとくことによって、相手には当たるけど、こちらは当たらないっていうムービングがね、可能になる。しかも、射程が長いということなんで、もう本当にね、いやらしムービングが可能かなと。で、近寄られたらちょっと離れていくといった感じでね、もう爆風をとにかく一発でもいいから当てておく。こういうことですよ、皆さん。で、ちょっと、待って、ガチアサリなくちゃったか。落ち着いていこうな。で、これ近づかれそうやったらちょっと引きながら撃っていく。こういうこと。でも、こういうのもちょっと撃っていく。撃っていくとか言って。もうほとんど、考えてないですよね。もう実況でもないですよね、こんなんね。もう、ほんと落ち着いていきたいですね。これトルネードが最近多いなっていう話、毎日してるような気しますね。あ、行かれてるんで、これ味方と一緒に行きたいなと。で、これ後ろから行くことによって、ウルトラハンコは止められるはずなんですけど、どうでしょうか、皆さん。頑張ってますか？オッケー。みんなが頑張ってくれてる。やっぱ仲間っていうのはね、なんか光ってない？何、これか。スプラトゥーン発売からもう半年以上経ってるのに、未だにあれにビビってますね。落ち着いていきたいね、ここね。で、こう、キュービングボムとかもね、牽制で一発入れとくと、相手がね、慌てて近づいてくる。それをね、射程圏内と言わんばかりに買っていくのが、うちの味方なんですよね、結局ね。結局僕じゃなくて、味方が、後ろケアしてあげよう。ナイス、味方。結局味方なんですね。あ、危な！ちょっと待って、味方とか言ってる場合じゃないよ。落ち着いてこうな。で、ここ結構ね、我々攻めれてるんで、いい感じにね、隙見て、ガチアサリ掘り込んだら、我々の勝利は硬いかなと言った感じなんで、ちょっとね、まあ、攻めっ気多めのムービングもあり、うわ、テケが来てるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、これね、いいんすよ、これ。ホッピングソナーをね、置いとく、壊された、どうしよう。ちょっと待って、話ならん、待て、あれ、キルできるよ。魚が来てるが、しっかりとこれケアせんと言わんばかりのムービング、いいよ、立ち回りかなりデスしてないのはほんとに、うまーい、直撃です、皆さん。直撃カウンターちょっと横に準備しとこうかな。はい、直撃カウンターに、素晴らしい、いいよこれ。今日ちょっと直撃カウンター準備しとこうかな。お、なんかめっちゃ当てれる気がするわ。まあ、着地狩りしただけで喜んでるのちょっとどうかなと思うんですけども、でこれちょっと突っ込みたいな。これ横から行くか、これちょっと横いけるかな。1キル持っていけてるし、警戒されてない可能性すらあると、言わんばかりなんで、ちょっと行けへん、直撃カウンター。いやー、惜しかったっすね、あこね。ちゃんと直撃まで持っていけてたが、まあちょっとね、タイミングの問題やったって感じですね。で、トーピーディングが非常にきついんですよね、これね。お醤油がね、撃ち落とせる自信がないといった感じなんですけども、これ近づいてくるのを横を狙う、ウルトラハンコは横を狙うんですね。わかりますか、皆さん。真正面から行くと行かれるんで、しっかりとね、横で爆風で倒していかんとするムービング、こういうのがね、大事になってくるんですよね。ちょっと待ってくれよ。危な、終わったかもしれん。落ち着いてください。あ、直撃、惜しい、直撃ならず。あ、ここも直撃、あ、味方や。あるあるですよね。味方撃っちゃったみたいな、そういう歌ありましたよね。なんかボーカロイドでね。まあ、知ってる方おられましたら、ちょっとコメントしておいてください。まあ、そんなことはどうでもいいとして。ちょっと、キュービングボムとか、牽制入れつつ、あ、これ一撃、あと一発、あと、ナイス、ん、違う、ん、知らん子が死んでる。楽しいけど、ちょっとゲームが動いてない。ちょっと早くルール関与しつつ、このね、ジャイアントカプリコこと、ジェットスナイパー、まあ、何、ホッピングソナーですね。置いて、横におるよ。これ直撃しかないよ、もう。あと直撃しかない。味方ナイス。素晴らしい。行かれてる。みんな、まずい。いけ。僕がこっち守るから、いけ。もうぶち込め。うん、こっち僕が守る。まあ、そういうこともあるよな。そういうこともある。落ち着いていきたい。こっちは大丈夫か、いけてるか、こっち来てるね。ここ通ってくるはず。置いとく。あと、もう少し。オッケー、うまし、じゃあここも止めるしかない。だから僕が、ナイス、素晴らしい、味方も僕も素晴らしい。ちょっと待って、
ロンギングブラスター、ま、直撃カウンター、直撃カウンター、いや、ちょ、僕のキルになってないから、落ち着いてきたわ。あ、落ち着いて、落ち、うん、あ、まず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 、ちょっと3落ちしてるし、これ、だいぶ接戦になってるから、どっかで突破口を見つけ、あ、直撃いけみんな、今しかない、もう、もうここしかない、行こうみんなで、みんなで行こう、もうこれ、攻め立てて、入れた方が勝ち、入れた方が勝ち、慌てるな、しかし慌てるな、しかし慌てない、しかし慌てないよ、接戦になってきてるから、ああ、激闘、激闘、めちゃめちゃ激闘、ちょ待って、まだ相手ガチアサリ取ってないっしょ、大丈夫、大丈夫、大丈夫、うわー、テケテケが来てる、テケテケが来てるけど、まだ相手ガチアサリないから、落ち着いていこう、ここ、ここ耐えの時間、耐えの時間、しっかり耐えていきたい。大丈夫大丈夫、あれ止めよう、みんなで止め、とりあえずとりあえず止めよう、オッケーオッケーオッケー、いいよ、激闘激闘、ゴリゴリの激闘、ゴリゴリの激闘、ここ僕が止めるしかない、僕が止めるしかないところよ、ここナイス止め、素晴らしい止め、いいよ、あ、ここ止めるしかない、止めるしかない、いい、ナイス止め、ナイス止め、いいよいいよ、もうこれ我々行きたい行きたい、いん、え、はい、いやー、ちょっとさっきの試合、激闘忍者対戦って感じでしたね、ほんまにね。僕がもうちょっとだけ前にプッシュできてたら、勝てた試合やったような気しますね。反省、活かしていきましょう。服装紹介のコーナーなんですけども、変質者ですね。ちょっと、ギア制作が間に合わず剣士でした。お許しくださいといった感じなんですけども、まあまあ一旦ね、それは置いといて、しっかりとね、こう角に立って、こうキルを狙っていきたいというムービングです。だからこういうことこういうこと、わかります？ちょっとね、相手からのね、射線が通らない石ぐらいでムービングしていく。ナイス、うまい、味方もうまいし、僕も相当上手よ。だからこういうところ、こういう感じでね、あ、ちょっとあのトーピーディングはね、もう甘んじて受け入れてください。もうあれエイムないと撃ち落とせないんで。で、ちょっと味方が押してるんで、僕も前行きたかったんですけども、できず剣士っぽいんで、ちょっと距離取りながら、味方のローリングが素晴らしい。で、上は僕がケアせんと言わんばかりの、オッケーオッケーオッケー、下ろしたよ。下ろしたらもう上から撃ち落とすだけなんで、僕の勝ちとは素晴らしい。ちょっと待って、ロングブラスター僕上手い説だい。ねえ、かなり上手な気すんねんけど、だ、ちょっと待って、ほんまか？ほんまか？それは。味方が、調子ライドですね、完全にね。新スペシャル調子ライド来ましたね。ちょっと今の倒せてたらうまいでよかったのにな。今の負けるから微妙って感じで終わっちゃうやろな。耐えていきたい、ここはしっかりとね。で、キュービングボムでちょっとね、牽制入れつつ、この距離、この距離。いいねー、今の直撃やったら直撃カウンタープラス1って感じだったんですけどもね。あ、いいよ。あ、これ当ててるよ。一回ちょっと押す。オッケー、いいよ。で、ここ僕が守りきらんと言わんばかりのムービングを見せるしかない。あとはもう、直撃を当てるか、いいだか、そういった問題。頑張れ。二人で行こう、二人で。オッケーオッケーオッケー。三人目来てくれた。オッケー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 。だったらこっち行くよ、僕は。あの、何をしてる？直撃カウンタープラス 1! 素晴らしい。スバラピーマンあげちゃおうかな、もうこれは。オッケー、この倒せるよ。いやー、直撃カウンタープラス 2! ちょ、待って待って、言うてる場合ちゃうよ。これ、ジャイアントカプリコことホップソナーをおとりにして、僕がちょっと前に出て、あの辺にいそうやなっていうところにばらまいていく？オッケーオッケーオッケー、いいよ。あとはちょっと押したい、プッシュしたい。かなりね、いいじゅ、ブル、ちょっと今夜は唐揚げさんにやられましたね。いいですね、今夜は唐揚げ。僕、唐揚げ好きなんですよね、結構ね。好きな食べ物ランキングでも結構、今言うてる場合じゃないよ。好きな食べ物ランキングとか言うてる場合、いいよ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 。好きな食べ物ランキングの話しちゃおっかな。もうこんなに上手ならいけるでしょう。あ、ここも？オッケーオッケー。警戒していけ、しっかりと。これ、あと一発よ。オッケー、うまい、素晴らしい、もーすばらピーマンです。ちなみに僕ピーマン結構好きですね。あの天文部の合宿の時にバーベキューしたんですけど、その時にねピーマン余ったんですけど生で食べてましたね。かじってました。ウサギの可能性すらある。落ちていきたい。本当にそんな言うてる場合じゃないよ。オッケーオッケーオッケー。耐えの時間よ。ここ味方がガチあさりつく。あ、ちょ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 、まあまあ、オッケーオッケー、耐えていきたい。素晴らしい素晴らしい、いいですよ。味方といいコンビネーティング取れてるんですけど、あとはほんと攻めっ気が足りてないね。うえー、直撃パパパパパ、これん、なんかキルしてね、もう一個キルしてない、あ、ここもう一個取る、うわー、行こう、みんなみんな、今 now 今しかない、今しかない、本当に、あの、待って今しかないのさ、今しかって now しかじゃない、そんなどうでもいい、マジでどうでもいい、慌てちゃったー、慌てちゃった。ガチでチャソスやったのに。デーチャソスやったのにな。味方素晴らしい。こういうことやっぱり、味方とのね、コンビネーティング、これ守り抜きたいね。ぜひともね。追加点欲しいんですけど、ちょっとあんまり無理しない。あんまり、ナイスキル素晴らしい。ちょ、ロングブラスター強すぎひん？これマジで。え、これガチで強くない？こういうさ、角から撃ってるだけで、本当に、
めちゃくちゃ圧力あるというか、で、こっち多分左から来るから、これ警戒、味方が警戒してくれてるね。で、僕正面、もう正面から、こう下からね、相手のエイムが届かない場所、こっから狙っていくと言わんばかりのムービング、これが大事になってくる。肝に寄ってくる。オッケーオッケーオッケー。届かないなと思ったら、このキュービングボムでね、一回誘導していく。右行ったね、右行ったね、右行ったってことは僕がここで、待ち構えんと言わんばかり。待て、魚ー止めてくれー止めてくれみんな、いや、大丈夫大丈夫、ナイス玉が来てる、ここ、僕が誘導して、あとは、ちょっと、あと一発、ナイス味方、よく頑張った、よく考えたらなんか、ガチアサリ入れてくれてるね、いい、かなりいいムービングができてます、皆さん、あとはちょっとだから僕が、もう鉄壁のガーディングをしていくだけ、もうトルネードにも負けない鉄壁のガーディング、周りしっかり見ていけ。周りしっかり見ていけ。ガチャアサリおらずけんし、いいぞいいぞ。あ、ここに一人おるだけやから、あれだけ警戒していけ。絶対届くぞ。僕の手の届く限り、こう絶対通さない。おっきいぞ。向こう左から狙ってる、左から腰たんたんと狙ってるんで、こっちに比重寄せて、ナイス素晴らしいで、多分ね、ガチャアサリ取りたいところをね、僕が圧力かけていく。こういうムービングで、トルネード来てる。ちょ、前に出ていく。もう直撃しかないぞ、僕直撃しかないない、な、何が起きてる、な、直撃ということで皆さん、本日ちょっとロンゲストブラスター使ってきたんですけど、ちょっと待ってください皆さん、ちょっと上手くなかった、どう、ちょっとコメントよろしく、あの上手かったって言ってみんな。ありがとうございました。